愛知県一宮市でバイクの男性が車に跳ねられ大けが。車は現場から逃走しています。警察によりますと、今日午前3時過ぎ、一宮市本町4丁目の信号のない交差点で、出勤するためバイクに乗っていた会社員の62歳の男性が車に跳ねられました。男性は頭の骨を折るなどの重傷です。男性を跳ねた車は現場から逃走していて、 黒いセダンが逃げたという目撃情報があるということです警察はひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています